どうもオデッセイ続きやっていきたいと思います。うん、集めておきました。はい、オデッセイ5がパワーアップしました。はい、次なる場所は雪の国と海の国ですか。どっちかな。じゃあまあ雪の国行ってみましょうか。滑るんだろうな、ちょっと嫌ですね。今度はケーキをクッパが奪いに来るんでしょう。雪の国パウダーボールです。あ、もう光っている、目的地が見えましたね。たどり着きました。ケーキ泥棒の置き土産、やっぱり盗まれちゃったのね。さあ、あの光ってる場所に行きましょう。どうやって行けと言うんだこれ。わかんない、すごく寒い、早く行こう、早く行こう。あ、ここから下れるのかな。あ、下っていける、下っていける。でも行き先がよくわからんかった。うわ、何これ、こうすればいいのか。ゆーっと、おい、降りれた降りれた降りれた。で、うわ、すげえ行き方がわかんねえ。上がっていって、あ、中間、もう早くも中間ですね。アイスロックの上、なるほど。おお、雪の中から何か聞こえる。何が聞こえるんだこれ。降りてみましょうか。あ、降りれる、穴でしたね。何これ、パウダーボールの町。あ、町にたどり着きました。パウダーボールへようこそ。はいはい、ありがとうございます。あ、なんかこれなんだろう、出店でこういうのありません。あ、ここでお店がありますと。なんかいいの売ってないかな。まだコイン何も手に入れてないんですけどね。黄色い方でしか買えないはずなんですよ。とりあえずパワームーンをゲットでしょう。ありがとうございます。はい、パウダーボールでお買い物。次に服着替えちゃいましょうか。あ、これじゃだな、やめときます。これでいこう、買う。でこいつも買います。はい、雪に似合わないですね。でさらにパウダーボールの街でなんか話してほしいんでしょうかね。話しましょうか。怪物がレースの商品純白のケーキを盗んだ挙句、レース場の入り口を勝手に閉じちゃった。パワームーンがあれば開くよってなってますね。え、マジで。あ、ここか、なるほど。よし、じゃあ取りに行かなくちゃいけないってことね。一回出ればいいのかな。出てみましょうか。さあ、パワームーンを集めます。ムーンチップですかね、最初は。こいつを取って、なんだろうこれ。あー、なるほど、これはやばい。ほっ、当たらないようにムーンチップを集めていけってこと。うぃー、やだー。ほいー、あ、けどこれは、ほほ、おっと、イエース。もう一回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 、ほほ、よし、なるほどね。よし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 、ほよいしょー。あと2枚、どこだい。あ、上にあるんだろうな、きっと。これで上に上がって、ほい、よいしょ、ほほ、いいよ。もうちょっとこっちか、ごめんなさいね。よいしょ、はい、連続、ほ、これがコイン取れって話になるんでしょうね。ほほ、あ、いたいた。あー、1枚しか取れなかった。ほほほ、もう1枚、すいません、上じゃなかった、上じゃなかったんですよ、ここだった。これでムーンがゲットできるのかな。ムーンの場所が、あー、やっぱ上か結局上に行かなくちゃいけない。頑張っていこう。けど上に行って意味がない行動をするよりはムーンを出してちゃんと上に行った方がいいですよね。さあ行こう。よし、お、やり方は分かってきた。一旦上に行ってジャンプで、これでいいんだ。ジャンプでジャンプで、これでムーンゲット、氷壁の関門です。さあ次々行くよ。あ、1枚開いた。あ、なるほどね。これ4つ、あ、4つっていうか、あの各入り口4つかな。
4つ集めたら開くんでしょうね。やっとルールが上がってきたぜ。さあ行こう。これはきっとクリボーさんで、よし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 、これで取れるのかな。よしよしよし。うわこれ細いな。これマリオじゃ無理でしたね。でどんどんと重なって重、うわごめんなさい、重なって重なって、でこれ落とすんでしょ一旦。はい、落ちろ落ちろ。はい、よしよしよし。でほで、お道ができた。はい、これでムーンゲットできるのかな。ユーゴッタームーン、つららを受けて積み上がれ。さあ次々いきますよ。なるほどね、これは通り過ぎて良さそうだ。でこれ何かあんのかな、だい、ね、飛んでいけんのかな。勇気、オッケー、勇気でこれ大丈夫と。上何かあんのかな、なさげですね。ごめんなさい、もしもあってもごめんなさいね。さあ登っていきましょうか。階段状になってますね。これもなんかちょっと一旦上に、あダメだ、よっしゃ。これ左側なんかないのかな。あコインが出てくるようになってますね。できるだけゲットいたしまして、 OK、 じゃあ先行こうかな。おっとこれでよっ、 OK 取りまして、これも落ちてこい。よしよしよし。でもう一回戻りまして、よしよしよし。で登っていきます。でここをほ、タイミングよく、タイミングよく、 OK。 どんどん足していかないときっとダメなようになってるんでしょうね。どっかで困る。クリボー足そう、よい、 OK。 そうするとここのコインも取れるという形ですね。洋服欲しいですからね。なんもないのかな。この床抜けそうだねというふうになってますね。え抜けるの、どうやって抜けばいいんだろう。なんか回ってるぞこれ。あーコインはある、コインはあるが、どうやって抜けばいいんだ。ちょっと考えるぞ私は。あ分かってきたぞ、ここか。ここに行ってこれでドーンってして、ここにやっぱありますね、こいつですね。こいつのところに行けば、ほこれで OK で抜けると。 OKOKOK、でムーンゲットになるんでしょうねこれで。ただしちょっと待ってください、このコインどうやって取ればいいんだ。これはダメだー、取れない、ごめんなさい、取り方が分かんない、すいません先行きます、申し訳ございません。あこうなってたのか。でムーンゲットですね。つららの関門です。あ待てよ、あこれ1個開きましたね。ちょっと一旦戻っていいですか。壁キックできねえのかな。これクリボーではなくてマリオで取らなくちゃいけなかったんじゃないでしょうかね。ほっ、はい、いける、ほほほ、よし勘が当たったぜ、やったー、ありがとうございます。さあ落ちて土管に入り戻ります。ほっ入ろ、はい、あと2枚。じゃあこっち側行きましょうか。なんだ風当たるホール、これ逆走したらなんかありそうじゃ。やっぱりね、もう任天堂さんが考えることはね大体わかるんですよ。あごめんなさい、ムーンかと思ったらコインだった。うー、ムーンだったらよかったのにな。で何これ、なんだキャスパー。あーなるほどね、これは避けながら行きましょうかね。でこれ落とさないといけないパターンだと、うっ、くそくそくそ、やばい、やっぱ来た、やっぱりこれ落とさないとダメだ。2匹はきつかったが1匹なら OK。 でいかにも危なそう、うわうわ、上なんかないのかな、上に乗ればなんかあるとかない、なさそうね。よし来た、
諦めよう、あっても諦めよう。これどうすんだ、こっち側向くとか。おお、なるほど、キャプチャーできるんだ、これはびっくり。なるほどね。いや、お、階段になっている。上なんかあるんじゃない、実は。うわっ、あったらありがとう、なかったらごめんなさい。ない残念。これなんかこうヒップアタックでもダメか。よし、諦めていこう。でまずこのゲッソーじゃんがトゲトゲ、オッケー、落とす。でこいつも、うわ、やっちまった、ごめんなさい。いやだって、おい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 。でこいつらを落とすのね。さらに落としたい、落とせ、落ちろ、よしよし、アムーンゲットですね、ありがとうございます。さてとムーンを1ゲットして、あと1個だ。ユーゴとアムーン突風の関門、あと1枚、あと1枚。さあ先行こう。ラストですね。これ何、氷の塔登っていくんでしょうね。これ逆を向いたらなんかあるんじゃない、あ、入ってきただけか、なるほど。こんなのあるか。でこれは、あ、違う違う、こうか。え、おー、これで登れるのね。よしよし、でコインをゲットした。なぜこれか、よし取れた、帽子で取るというねオチでした。とこれは突き進んでいいのか、突き進んでいい、よし、多分ない、ごめんなさい、あったらごめんなさいね。さあ行こう。え、これでこうして、よし行くぞ、落ちるな落ちるな落ちるな、よいしょ、いいっすね。すいません、実はここになんかあるんじゃない、あ、やっぱりちょっとこっち側奥行ってみましょうか。あー、ムーンがありました、ムーンゲットですね。ユーゴとムーン氷の塔の裏に、で開いて、またまた、ボスか、ボスでしょうね、レッツゴー。ブルーダルズですね。え、ノッポも倒した、女性も倒した、あ、しし、純白のケーキはいただいたのさ、ボスもケーキを気に入ってくれたし、僕らの仕事はきっちりなのさ。仕事はちゃんとやるんですね、ノッポ。お兄ちゃん前も倒した気がするんですけどね、はい、実は3回目のチャレンジだと思います。大体わかった、視点を上にして賭けと合わさったところ、ゴーン、オッケー。さあ逃げるよ、勝つ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 、私は勝ちたい。おお、危ない、ギリギリ。さあ来い、これはね難しい。次に2投をこう投げてくる、2つ、うわ、オッケー。で視点を上にして、これでどうだ、よし来た、あと一発来い、うーっと、っとっと、今度こそ終わりだ、勝った、結構強かったよ。でムーンゲットですね、レッツゴー。ユーゴとムーン雪山の関門、はい、さらに奥に進めそうですね。再開、バウンドボールグランプリです。は
い、ちょうどあの切りがいいので、ここら辺に今日はしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。